どうも、こんにちは。作業療法士の美野です。今日はですね、反り腰などで腰が辛くなってしまう方に向けて、簡単にできるケアと、そしてトレーニングの方法というのをお伝えしていきたいと思います。どうしてもですね、反り腰のような、腰痛になってしまうと、いくらマッサージをしてもですね、なかなか、腰の痛みって治んないので、しっかりとですね、この反り腰というのは、硬くなってしまっているところは柔らかくして、弱くなってしまっている部分を鍛えてという、このバランスがとっても大事になりますので、今日はこれをですね、整える方法というのをお伝えしていきたいと思います。このチャンネルではシニアの方がいつまでも健康であり続ける運動をどんどん投稿しておりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではですね、早速どんな運動なのか一緒にやってみましょう。まず最初に確認したいことがありまして、反り腰の方がどうかという確認ですね。仰向けにこうなっていただいたときに、この腰の部分、背中の部分に手がこう入ってしまって、そしてですね、そうですね、手のひら2枚分がすっぽりと入るようだったら反り腰です。で、なんかこうぶつかって手が通らない方は、そんなに反り腰じゃないです。なので、まずですね、ここの背中がですね、背中のこの空洞が、この手2つ分あるかどうか確認していただいて、まあそしてですね、この今からお伝えする運動をして、それが収まってくるか、その空洞がなくなってくるかっていう、そういう変化もね、見ていくのが大事になってきますので、よければまずチェックをしてみてください。ではですね、先ほどお伝えした反り腰というのが弱くなっているところと、その頑張りすぎちゃっているところがあるとお話ししたんですけど、まず弱くなっているところというのが、このですね、腹筋ですね。やっぱり腹筋が弱くなって、そして背筋、背中の筋肉でなんとか起こそうとして、そしてこう痛くなってしまいますので、今日はですね、この腹筋を鍛えつつ、背筋はちゃんと柔らかくする、同時にできちゃう簡単な運動というのがありますので、こちらをお伝えしていきます。まず、仰向けになっていただいて、そしてですね、足をこう抱えましょう。はい、この状態で頭を起こして、ゆらゆらと、まあ、ゆりかごみたいにですね、ゆらゆら揺れていきます。はい、そうするとですね、まず、ちょっとこう起こそうとするときに、腹筋に力が入るのがわかると思います。そしてですね、こうやって抱えると、背中がこう丸くなる、いわゆるこう今まで反り腰でこう、反ってこう張りすぎてた筋肉をちょっと丸くしてあげて筋肉をストレッチさせている状態なんですね。なのでこのゆりかご体操、これをやるだけで腹筋はしっかり入るし、背筋は緩まってくれるので、同時にですねケアできるんですね。なのでこのゆらゆら、これだけでいいですから、ちょっと一緒にですね10回ゆらゆらしていきましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と。はい、戻しましょう。はい、このようにですね、しっかりと腹筋に力を入れて、そして背筋の頑張りすぎちゃってるのは、抑えてあげて、このバランスをすることで、今までの腰痛というのがこう収まって軽減していきますので、ぜひですね、このゆりかご体操、これだけでも全然 OK。なので、朝起きた時とか寝る前とか、それでもいいので、ちょっとやってみて、この、前と後ろのバランスを整えてみてください。このようにですね、健康に役立つ運動方法など、これからもどんどん投稿していきますので、興味ある方はですね、こちらのチャンネル登録をしていただくと、新しい投稿が届きやすくなります。それでは今日はこれで終わりましょう。お疲れ様でした。